バンプレスとか。おお。あ、パンドラボックスのここ変わりましたね。始まりましたね。私の名前は前田陽子。今度の4月で私立の女子校の1年生になります。本当は共学に通いたかったのだけれど、お父さんは許してくれませんでした。気の重い3年間が始まる前に、早い。お父さんの田舎でおばあちゃんの7階駅があるため、私たち家族3人は4年ぶりに田舎の本家に帰ることになりました。本家は昔ながらのわらぶき屋根の旧家で、まだいろりが残っており、とても和やかな気持ちにさせてくれます。だから私は大好きです。この日、いつもは遠く、ちりぢりになっている親戚一同が集まります。いいね。私は久しぶりに会ういとこの安明さんのことを思い、ちょっと胸がドキドキしていました。安明さんは東京でテレビプロデューサーをしている、とってもかっこいい人でしたから。確か今年で33歳。2個下か。若々しくてとてもそうは見えません。本家に着くと、そこにはめったに会えない顔がいくつもありました。知らない顔もありましたけど。死んだおばあちゃんには悪いけれど、こういう機会でないと親戚一同が集まることなどはありませんから、私は嬉しいです。ん?陽子ちゃん、久しぶり。あ、こんにちは。埼玉の大病院で看護婦をやっているまさみおばさん。おばさんといってもまだ26。目鼻立ちのしっかりしたとても美しい人です。遅くなってすいません。入り口の方でバタバタと騒がしい音がし、また誰かがやってきたようです。安明さんでした。安明さんは私の顔を見つけると軽く手を振ってくれました。私は顔をあからめ、それを悟られないようにしてちょっとだけ会釈しました。やい、陽子ね、照れてやんの。やめてよ、うるさいな。ガキー。今年、小学6年生になる本家のいたずらっ子のよしお。私より4つも年下のくせに何かというと、すぐに私のことをバカにします。私はよしおが嫌いです。ストレートだね。いとこだなんて信じたくありません。それからもう人は続々と集まり、お坊さんが来て7階駅は無事済みました。私たち家族はその晩、本家で泊まることになりました。その夜、みんなはいくつかのグループに自然と別れ、積もる話に花を咲かせました。お母さんたちは、同じおばさんグループと昔のことを懐かしそうに話しています。お父さんは、もうすっかり酔いが回ったのか、顔をあからめ、楽しそうに昔の友達と飲んでいます。だいたい同年代で固まりますよね。私のグループにはもちろん安明さんがいました。というよりも、私が安明さんのそばにくっついていたんですけれど。左隣か?まさみおばさんやゆかり姉さん、鉄尾おじさんもいました。嫌なことによしおもいたけれど。みんなで談笑していると、突然安明さんが目を輝かして言いました。七階駅のパンに、来た。怖い話をすると死者が蘇るっていうな。おやめなさいな、そんな話。まさみおばさんはおもむろに嫌そうな顔をしました。いいじゃん、怖い話しようよ。かわいい。ゆかり姉さん。ゆかり姉さんが身を乗り出しました。ゆかり姉さんはおととし高校卒業したまま、受験もせずにブラブラ遊んでいる自由人です。フリーマンか。本人は花嫁修行中なのだと言っていますが、いつもお金になりそうなアルバイトを見つけては果敢に調整するフリーターなんですよね。遠縁なんですけど、なぜか私のことを可愛がってくれて、よく面倒を見てくれました。いいね、いいね。やろうよ。バカなよしおは。大乗り気です。怖い話をしたら真っ先に怖がるのはお前のくせに。話の成り行き上、いつの間にか私たちは怖い話をすることになってしまいました。ここじゃうるさいよな。場所を移さないか。使っていない客間があったじゃないか。あそこに行こう。安明さんの案に従い、私たちは客間に場所を移しました。もう、タンクトップの人。そういえば、和弘さんのこと見ませんでしたわね。客間に移動するとき、まさみおばさんが何気なしにつぶやきました。本当に何気なしに。あいついつも必ず来るのにな。あいつ来るって言ってたんだろ?と、安明さん。和弘さん?ええ、遅くとも3時までには行くって連絡がありましたのよ。9時なのに、何かあったのかしら。7人目、この人が。まさみおばさんは不思議そうに首をひねりました。事故でもあったんじゃないか。この人は、ああ、この人が鉄王おじさん?そういったのは鉄王おじさん。鉄王おじさんは、ちょっと変わっていて、もうすぐ30も近いというのに、ぼ
冒険家などという肩書きを持っています。神道三枠か。本人は立派な職業だと自慢していますけれど、私からしてみればゆかり姉さんと同じフリーターだと思います。鉄おじさんって自分の好きな話になると思わず熱く語り始めちゃうから聞いてて疲れちゃいます。いい人だとは思うんですけど。縁起でもないこと言うなよ。ま、あいつのことだ。後でひょっこり現れるさ。これから来る予定と。安明さんがそう言った時、突然襖が開きました。みんな顔では笑っていながら飛び上がるほど驚いたのを私は見逃しませんでした。もちろん私もその一人でしたけれど。なんだ、和子おばさんか。脅かさないでくれよ。心臓に悪いな。和子おばさん。なんだじゃないわよ。あんたたちこんなところで何をしているのよ。この客間使っていないんだから。え、怖い話をちょっとね。あら、面白そうじゃないの。私も混ぜてちょうだいよ。和子おばさん参戦。あー、これで6人、7人。自分も含めて7人ね。和子おばさんは吉尾のお母さん。あ、そうなん？私とは実際に血はつながっていないけれど、とても50過ぎには見えない若々しい人で、私は大好きです。チェ、母ちゃんも混ざんのかよ。勘弁してくれよな。吉尾、お黙り。こういうところが大好きです。吉尾、すげえ、パジャマなんすかね。なんだろうね。和子おばさんはみんなを見回すと声を落として言いました。それにしてもみんな、この部屋がどうして使われていないか知っているの？おごって、出るのよ。その一言が唇を切り、暗く長い夜は静かに更けていくのでした。ちょっと文字送りが早いっすね。学校はもうこんな感じだったっけ。わー、いいねー。これよ、これよ。雰囲気あるねー。あー、ここはパワーアップしてる感じしますね。皆さんどうもこんにちは。月こもりというスーファミで出たホラーノベルゲーム、今回からね、遊んでいこうと思っています。ちょっと前に学校であった怖い話というゲームを遊んでいたんですけど、それの続編ですよね。直接話がつながってるわけじゃないと思うけど、続編にあたる作品になります。すごい楽しみですね。早速やっていってみましょう。あー、名前決めるところからですよね。どうしよっか。主人公女の子なんですよね、今回ね。学校では男子高校生だったんで、まあ普通にね稲葉100万手つくんでやったんですけど、じゃあデフォ名を生かす感じで稲葉陽子でやろうかな。どうですかこれ。普通に読みは陽子だけど、学校でのあだ名は稲葉箱みたいな。我ながらなんかすごいいいなって思うんですけど。ああ、一回セーブできんだ。じゃあセーブしとく。どこにセーブしますか。あ、セーブデータ増えたね。パワーアップしてますね、ここね。じゃあ一番左に、はい、うん、1話目1周目。誰が話をするの。ああ、安明さんからなんだ。安明さん33だよな。大和世代ですね。ジョナス世代ですね。真田。あー、あ、名字変わったな。そうか。前田家の人は、こう、ごっそり稲葉家になった感じ。稲葉和子。山崎哲夫。哲夫おじさんは山崎なんだ。ゆかりお姉さん、割と好きかもしれん。まさみおばさんも好きかもしれない。26歳って言ってたもんね。よし、稲葉よしおになりましたね。すごい、なんかハンバーグラーみたいな服着てるけど。あ、で、真ん中は俺だもんね。俺っていうか、私ですもんね。どういう順番でいこうかね。まあ、一番手は安明さんなのかなって思うけど、その後誰に行くかだよな。和子おばさんに行くか、まあ、よしお。よしおに行くか。気になるな。鉄おじさん気になりますね。くせ者っぽいよな、この人は。でもあれだね、やっぱ学校はさ、みんな高校生だったから、高校が舞台の怖い話ばっかりだったと思うんですけど、これだけね、バラバラのね、立場の人たちが集まってると、まあ、いろんな、
場所を舞台にした怖い話が聞けるっていうね、どうでしょうね。まあとりあえず1回目は安明さんでいいかな。で次誰に行くかっていうのはちょっと後で考えますわ。安明さん行こう。なんか90年代っていうかイージューライダーの頃の奥田民生感っていうかねいいですよね、時代を感じてね。なんか面白い話いっぱい知ってそうでもあるしね。テレビプロデューサーいいですね。親戚に欲しいよな。最初は俺か。俺が初めだとみんなが話しづらくなるな。後悔するなよ。はは？ああ、こういう感じ。ちょっと軽め。あれ、電話だ。ちょっと待ってくれないか？もしもし、真田です。あ、お前か。どうしたんだ？なんだ、そんなことぐらい自分で判断しろよ。うん、それでいいから。そのまま進めていいよ。じゃあ、明日には戻るから。すげえ顔の差分多いっすね。学校なんて、各語り手につき2枚でしたからね。基本変わらなかったんだけどな。ここはパワーアップポイントですね。ごめんごめん、あいつら何でも俺を頼るんだよ。プロデューサーっていう仕事は子守じゃないって言いたいよな。はは、まあ、いかにも業界人っていう感じですよね、このセーターのね羽織り方を見てもね。あ、話を続けるよ。最近のテレビの映像ってかなり変わってきたよね。衛星中継、特殊カメラなど技術の進歩は凄まじいよ。特にコンピューターグラフィックス、かっこ CG なんか当たり前のように使われるようになっているだろう。うん、そうね。CG だけのアニメとかね。これぐらいの時代かな。ビーストウォーズとかね。ちょっと衝撃だったもんな。ドンキーコングのやつとかね。ありましたよね。霊や魔物なんかとは全く無縁のような科学テクノロジーの世界。これから話すことはそこにも魔性が潜んでいるという話なんだ。あ、テレビプロデューサーっぽいね。ピアノに霊が宿る話やガラス、鏡、今や階段の定番のようなアイテムもかつては最新技術だったことを考えると何の不思議もないけどね。その辺ありましたもんね、学校までね。1年ぐらい前かな。俺の番組でも CG を使うことになったんだよ。ルネサンス時代の無名画家の絵の復元のためにね。美術系の番組ですかね。無名画家の絵はすぐにダサくなんて考える人が多いためか、ほとんどの絵は保存状態が悪くてね。赤外線や X 線などの最新技術を使い、残った絵を分析して CG として当時の姿を再現する。これが番組の売りだった。無名画家なんだ、あえて。そして復元するための絵を X 線で調査したら、絵の後ろにもう一つ絵が隠されていたのが発見されたんだ。はあ。当時は画材も高かったし、描いているうちにイメージが変化していって全然別の絵になることもあったから、別に珍しいことじゃないんだけどね。珍しくないんですかね。でもそんな後ろに描かれている絵の中にはわざと隠したものもあるらしいんだ。まさか後の時代で中を透視されるとは思わなかったと思うよ。ヨコちゃん、その絵の後ろには何が描かれていたと思う？かなり意外なものだから当ててごらん。多くねえすか、選択肢。恋文、魔女、女神、ピエロ、素敵な男、宇宙人。宇宙人のカード金の早くない？まだ1回目なんだけど。どうしようか。初回ですからね。なるべくなんか怖くなりそうなやつがいいよな。となると魔女かな。ピエロも怖そうだけどね。まあ、魔女行ってみますか。魔女とか悪魔とか大好き。はは、外れ。そうなん。正解はこの世のものとは思えない。あ、そっちに合流か。美しい女神の絵が描かれていたんだよ。復元画のCG 制作の担当者は、早くないですか？いや、確かに風間望が学校のね語り手の一人ですけど、風間さんが再登場するって話は俺も掴んではいたんだけど、早っパート1でもうちょっとなんかもうちょっと貯めといてほしかったなっていう気もしますけどね。まあいいか。復元画の CG 制作の担当者は風間望むというんだけど、その絵を気に入ってさ、びっくりだな。美しい絵ですね。そんなことを言いながら風間はニヤニヤ笑って見つめていたよ。
さまさんテレビ業界に住んだんだね。あ、これ役者さんも同じですかね。面影はあるな。もうその絵に恋してるって感じでね。プロポーズはしたのかとか、素敵な彼女だなとか言われてさ、風間はみんなにからかわれたりしていたよ。でもあいつはそんなこと全然気にしている様子はなかった。まあ、初めは風間も絵を見てニヤニヤしている程度で済んでいたんだけどさ、絵がなくても普通にニヤニヤしてますからね、風間さん。そのうちだんだんエスカレートしてきてね、暇さえあれば眺めているようになったんだ。でもまだその頃はマシだったよ。そのうちだんだん冗談では済まなくなってきたんだ。見入られちゃったの絵に。彼女のことしか頭にない。まあそんな感じでね。なんか取り憑かれてるって言葉がぴったりな感じだ。ところで陽子ちゃん、好きな人いる？全然関係ない話になったね。風間さんの話が聞きたいんですけど。好きな人どうしようか。安明さんのことが好きなんですよね。別にそういう好きじゃないかな。憧れとかですかね。異性として好きなわけじゃないよね。いないって言っとこうか。そうか、陽子ちゃん、まだ好きな人がいないのか。じゃあ、まだおじさんにもチャンスがあるな。はは。軽いな。おい、鉄夫、怖い顔するなよ。冗談だって。え？鉄夫おじさんなんすかね。あれなのかな。異性交友に厳しいタイプの人なのか、鉄おじさんも陽子ちゃんが好きなのか、ちょっと分かんないですね。鉄おじさんの人となりがまだ見えてないからな。でもさ、陽子ちゃん、好きな人ができるとその人のこといろいろ知りたくなるもんだよ。風間もそうだった。彼はあの謎の美女の素性を調べ出したんだ。俺はいくら素性が分かっても結局過去の人物だから無駄だと思ったよ。でも学術的には興味があったからあえて止めなかったけどね。まあテレビ番組的にもね、いっぱい調べてくれた方がいいものになるでしょうしね。そして彼の調査が始まった。しかし絵の出どころはなかなかわからなかった。なんでそんな絵の復元を番組でやろうとしたんですかね。ちょっとそこがわからんな。無名画家の作品ということもあって記録が残っていない点、それに表に描かれていた絵は保存が悪く、内容のよくわからない点もその要因だった。しかし恋の1年というのかな、凄まじい執念だったよ。彼は絵の内容から画材まで徹底的に調べたんだ。ははもちろん取材費だったけどね。あ、取材費で調査したっていうこと。そして14世紀の中頃、ルネサンスがこれから始まるっていう時代の地中海の小さな島だっていうところまで突き止めた。ルネサンスの始まりはダンテの新曲ですよね。世界史の教科書にはそう書いてあったよね。場所の特定はその絵と一緒にあった。もう一つの絵がキーになったんだ。その二つが同じ画家のものだっていうのは判明していたんだね。その絵には星座と月、それにイタリア半島が描かれていた。ここまで突き止めた彼は大喜びした。そして、すげえな。世界編だね、もう完全にね。続編感ありますよね。学校はもうほんと学校の中だけで完結してたんだけどね。風間は旅行代理店に行き、交通手段を調べた。もうその頃には仕事はそっちのけだったね。しかしその旅行代理店でとんでもないことが分かった。あの絵から割り出した位置には、そんな島はなかったんだ。昔はあったけど今沈んじゃったとか。まあでもそんな何万年も前の話じゃないもんな。彼はがっかりしたが、また調べ出したよ。その頃には俺もそのミステリーにはまり出しててさ、一緒に調べ始めたんだ。俺は地中海の島が沈んだ話を思い出し、その時代には存在していたんじゃないかと推測した。火山の噴火で消失しちゃったとかね。でもそんな事実はどんな資料にも載っていなかったんだ。風間も何の手がかりも見つけることはできない。それから毎日彼は生きる目標を失ったかのようにぼーっとしていた。大丈夫、風間さん。彼は時々倉庫でその原画を眺めるようになったんだ。君は一体どこの誰なんだ。そんな感じのことをよくつぶやいていた。もうかわいそうになるくらい落ち込んでいたよ。これ別に風間さんじゃなくてもよくないですか。いや、わかんないけどね。こっからなんか持ち味を発揮してくるかもしんないけどね。仕事もせずに絵を見つめている彼をみんなは黙認していた。
でもある時急に彼は元気になった。あの絵と出会う前のあいつに戻ったようだった。何かが分かったのか。安明さん良かったですね。でもどうしたんでしょう。本物の女の子で好きな子でもできたんじゃないですか。あ、他のスタッフたちか。みんな不思議に思いながらも風間が元気になったのを喜んだんだ。その後の作業はほぼ順調にいった。俺も一安心していたんだ。しかしあと少しで制作が終わるという時に事件が起きた。風間がげっそり痩せてきたんだよ。ええ、呪いかい。この絵は変わってないですけど。風間大丈夫か。何か顔色が悪いぞ。大丈夫ですよ安明さん。はは。彼は笑ってそう言ったんだけど、とても大丈夫とは思えなかった。それで気になったから周りのやつにそのことについて聞いたんだ。お、あ、別のスタッフですかね。ああ、風間のやつ家に帰っていないみたいですよ。僕が徹夜した時、風間倉庫に 3,4 時間行っていましたけど、仮眠してたんじゃないですか。彼らはそんなことを話してくれた。当たり前のように徹夜してますね。まあイメージ通りではあるけど。倉庫、まさかな。あの倉庫の原画のことが少し気になった。もしかするとまだ。俺は気にするのはやめることにした。しかしそんなある日、俺も仕事でそこで徹夜した時だ。その日は忙しくて夜中にやっと一息つくことができてさ。やっと一息つきましたね。そうだな、ちょっと一休みするか。じゃあコーヒーでも入れてきますよ。 ありがとう。それとそいつはコーヒーを入れに行ったんだ。激務っぽいな、テレビプロデューサー。ところで陽子ちゃんところで陽子ちゃんがちょくちょく挟まるな。こんな風間のことどう思う。まあ変なやつですねやつは変なやつですよ。まだあんま見えてないですけどね、その変さはね、この話の中ではね。はは、まだ陽子ちゃんには彼の気持ちがわからないだろうな。あいつほどではないにせよ、多かれ少なかれ恋するとこうなるんじゃないかな。そうですかね。俺はあいつが哀れだったよ。しかし彼はそれを隠すかのように黙々と仕事をしていた。立ち直ってくれたんだな。俺は嬉しかった。しばらくその様子を見ていた。もう彼は大丈夫だ。そう確信すると俺は自分の仕事へ戻ったんだ。しばらく平穏な時間が続いた。その夜中、俺はソファーで少し仮眠を取ろうと席を立った。部屋を見回すと居眠りをしているやつもいる。もう一度風間を見た。あれ、風間がいない。どっか行っちゃった。いつの間にか席には風間がいなかった。倉庫じゃない、帰ったのか。部屋の中をくまなく見渡したが、彼はいなかったんだ。仮眠か。俺は嫌な予感がした。でも彼の仕事ぶりを見る限り立ち直ったはずだ。自分にそう言い聞かせた。しかしそのままソファーで仮眠する気にはなれなかったんだ。そういえば風間のやつ時々倉庫に行くって言ってたな。俺は部屋を出た。行ってみんの。ビルに人気はなく、シーンと静まり返っていた。落ち着きなく無目的に歩いていたつもりだったが、気がついた時には倉庫のドアの前にいた。このドアの向こうに風間がいるのか。俺は躊躇した。大丈夫、死なない死にそうな流れですけどね、風間さん。もしいたとしても何を話していいのか思いつかなかったからだ。しかし俺は意を決してドアを開けることにした。ああ、大丈夫か。中はひっそりとしている。俺は奥へ足を進めた。倉庫の中は物に阻まれ見通しが効かない。さらに奥へ行く。すると人影が見えた。おお、風間さん。風間だ。あの絵の前にいる風間の背後に立った。こんな時陽子ちゃんだったらどうする。声をかけるかい。これ黙って見てると死にそうだもんねさすがに風間さんには死んでほしくないからな。声かけてもらっていいですか。なんか風間さんらしいところが見たいよねそうか、俺もその時声をかけたんだ。こんな時黙って見ている方がかえって勇気がいるかもしれないよな。風間。俺は彼に声をかけた。しかし彼は答えず沈黙を保った。倉庫の中はしばらくの間静寂が続く。まだ気にしているのか。彼のために何もしてあげることができない自分が悔しかった。俺はもう一度声をかけようとしたんだ。すると彼は振り返った。
安明さんは。そういうと彼は俺を見たんだ。職場でもみんなから安明さんって呼ばれてるんですね。俺は彼女のところに行きます。え、彼はそう俺に訴えた。どういうことなんだ。俺は当惑した。僕はもう一度あの絵を解析したんです。すると彼女のところに行く方法が記述されていたんです。彼女のところに行く方法ってなんだ。文字が書かれてたのかな。俺はこの数日間その呪文の解析に取り組みました。彼は床に目を落とした。魔法陣？魔法陣書いてんの？え、風間の視線の先には魔法陣のようなものが描かれている。矢崎さん、いろいろどうもありがとう。これまでの恩は忘れません。彼は呪文を唱えた。すると彼の前にいきなり闇が湧いてきたんだ。そして闇からあの絵の女が現れたんだ。彼女は風間に微笑みかけた。それを見て彼も満面の笑みを浮かべたんだ。風間。そして彼は彼女に歩み寄った。風間が目の前に来ると彼女は不気味に笑い、そして表現した。あ、最初に選んだ選択肢をここで聞いてくるのか。ま、魔女。まさにそういう雰囲気だった。俺は言葉を失った。風間は目がうつろで見とれているようにも操られているようにも見える。そして彼女の周りにまた闇が現れると二人を包んだ。消えた。彼は消えた。え、風間はその魔女に連れ去られたんだ。マジっすか。風間、俺はしばらくそこに立ち尽くした。そして次の日か。これは行方不明。マジっすか。風間さんである必要ねえ。ないよね。呪いの絵の犠牲者のムーブしかしてないよ。マジっすか。真相を知るのは俺だけだ。その夜起きたことを俺は誰にも言わなかったんだ。俺は風間を救ってやれなかったことを後悔していた。しばらくしてあの絵の調査はまた行われたんだ。矢崎さん、風間のやつとにかく変なんですよ。あの絵の分析結果が出た。風間のやつ、その絵の画家のサインが復元されたんだ。ああ、はあ、望む風間、あいつだ。この絵は未来の自分に宛てたメッセージだったのかもしれない。タイムスリップしたってこと。そしてその隅にはこう書いてあったんだ。安明さん、どうもありがとう。しかも日本語で。彼は中世の世界に行ったのか。そして彼女と幸せに。俺にはそう願うことしかできなかった。これで俺の話終わり。マジっすか。まあ怖いというより不思議な話だけどさ、初めだしまずは軽くね。いや、うん、その配慮はいいと思うんだけど、だ、軽かったのはどっちかっていうと前作キャラの扱いですよね。そうですか。じゃあ次の人どうぞ。すげえな、飛ばすな。1話から。セーブはしますけどね。いやー、まさか風間さんがな。あー、順番的には次は風子おばさんになるのかな。なるほどね。まあ次のパートはさっきのね、安明さんの話、たくさん選択肢ありましたからね、ちょっと別選択肢だとどうなるのかっていうのを見ていこうと思うんですけど、あれ最初のあの6個ぐらい選択肢が並んだ時点ですでに風間さんって出てきてたんだっけ。どうだったかな。まあちょっと風間さんを救うことをね、目標にね、次は頑張ってみますか。いや、でもちょっと衝撃だったな。はい、じゃあこのパートはここまでということで、また次のねパートでお会いしましょう。お疲れ様でした。